さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、甲南大学行ってみたいと思います。では本日の長文の全体像でございますが、皆さん、設問形式こういう感じになっております。で、皆さん、内容一問題はですね、甲南大学以外の大学でもですね、対策は図れるかと思いますので、甲南大学ならではということを考えると、この単語、熟語、そして空小獣、そして和訳ですね。これを皆さん扱うことによって勉強になるかと思いますので、よろしくお願いします。さあ皆さん、第一段落でございます。皆さん、一読していただいた後ですね、下線部1番、下線部2番の設問を解いていただきたいんですが、皆さん、言い換え可能な選択肢ですね。この皆さん4つ見えてるかと思いますが、この中から1つ言い換え可能な選択肢を選ぶという問題でございますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、下線部1番と下線部2番でございます。ちょっと皆さん、黒板に書き出してみました。でまず、下線部1番、バーチューですね。で、皆さん、選択肢 ABC でどれですかと言われたときに、皆さん、本当はですね、もう一瞬でバリューというふうに言えるようにしていただきたいんですね。ただし、バリュー、勝ちって。皆さん、バーチューと言われたら、ちょっと皆さん、こっち書いてみましたが、おそらく皆さん、こういう訳し方ですよね。おそらく皆さん、美徳というふうに覚えている方が大半ではないかなという感じがいたします。まあ、大学はそこをあえて突っ込んでくると、まあ、狙ってくる可能性は非常に高いかなという感じはするんですが、皆さん、バーチューですよね。で、皆さん、このバリューでございます。まあ、これが正解でいいんですが、皆さん、綴り実は似てるんですね。で、どんな感じですかと言われたら、ここですね。V と V。そして、ここですね。言うといい。で、もちろんこれは実は偶然ではなく、そもそもバリューから、バーチューという単語が派生して生まれたというふうに言われてるんですね。ですから、どうしても我々は美徳というふうに最初、まあ単語集なんかで習うかと思いますが、本当は価値という意味を押さえておいた方がいいんですね。ですので、バーチューイコール価値ということです。それを分かってるかどうかを、甲南大学は聞いてるだけなんですね。ですから、選択肢 ABCD の中であれば、やっぱり C のバリューということでよろしいかと思います。そして、下線部2番リードトゥーもですね、もちろん表面的な意味は多分ご存知かと思います。うにゃうにゃ、つながるとか、導くということですね。ただし、ちょっとこれも真ん中書いてみたんですが、本当は前後の関係に注目しておいた方がいいんですね。つまり、リードトゥーを見たらですね、皆さん左側と右側どんな関係ですかと言われたら、これでございます。実はこういう関係性なんですね。皆さん左側が原因、右側が結果、因果関係。例えば皆さん左側一生懸命勉強しました。という原因を作った結果、合格しましたよ、みたいな感じでございます。ですから、リードというの左側はこの関係だ、ということと、皆さんこの下に書いてみましたが、皆さんこれも熟語で皆さん聞いたことあるような表現ですね。ではこれでございます。リザルトインとかブリングアバウト、そしてコントリビュートというですね。これも皆さん、うにゃうにゃという結果をもたらしますとか、うにゃうにゃを引き起こしますとか、うにゃうにゃに貢献するとかですね。皆さん、おそらく表面的なことは知ってるかと思いますが、やはり左側が原因で右側が結果。という関係性も押さえておくと、本当はいいんですね。ですから、皆さん、リードトゥーイコール皆さん選択肢 ABC でであれば、正解は B。リザルトインが正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、C と D ですね。ランラクロスとランイントゥーでございます。これ、こっちに書いてみました。うにゃうにゃ、偶然で食わすと言われたら、これでございますね。
ですから、皆さんこれも含めてですね、もし皆さんちょっとこのあたり知らなければですね、この後ぜひノートを取っていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございますが、皆さんこの下線部いのところがですね、和訳問題でございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、下線部和訳行ってみたいと思います。皆さん本文書き出してみてですね、そして皆さん問題とも下に書いてあるんですが、皆さんちょっとこれを見ながらですね、聞いていただけるとよろしいかと思います。皆さん一番出だしは、全員マイトセイでございますので、もちろん彼ら生徒さんですね。で、my to say、言うかもしれませんよ。何をということですから、他動詞。で、皆さん、後ろ、ざっと説、目的語ということです。で、皆さん、今、緑で書きましたが、このあたりですね。彼ら言うかもしれませんということでございます。で、シャムさん、何を言うんですかと言われたら、they left their work at home ということで、彼らはですね、ちょっと皆さん話変わりますので、色分けさせていただきますが、皆さん、レフト、他動詞、ゼアワーク、宿題をですね、置いてきましたよ。で、アットホームは前置詞プラス名詞ですので、全体で M ということですね。ですから、家に宿題を置いてきたというかもしれません。これですね、家に宿題を置いてきたというかもしれませんよ、ということです。じゃあ皆さん、それはいつですか？ペルフェン、インファクト。皆さん、インファクトは、前置プラス名詞ですので、ちょっと囲ってくくますね。皆さん、実際ということでよろしいかと思います。で、実際彼らは、didn't do ということですので、してませんよ。何をってことですから、他動詞。で、皆さん、ワーク、宿題ですね。そして、皆さん、多分ご存知かと思いますが、皆さん、否定語、not と、とオールですね。皆さん、これで、全くうにゃうにゃないということで、皆さん強調している様子ですね。こんな感じでございます。ですから、実際に、彼らは、宿題をですね、全くやっていなかった時に、家に宿題を置き忘れました。置いてきましたよ、というかもしれませんよ、という感じでいけそうな感じがするんですね。ですから、今、こんな感じでですね、訳していただけると、まあ、ほぼほぼ、点数は来るかと思うんですが、大きなポイントは、実はこのフェンなんですね。こちらでございます。で、ちょっと皆さん知らない方多いんじゃないかなということで、下に書き出してみましたが、皆さん、フェンの左側を A、まあ、このあたりですね、前半 A、そしてフェンの右側 B、まあ、このあたりですね。で、このあたりがですね、皆さん、なんか気づきますかね？まあ、どこでもいいっちゃどこでもいいんですけども、例えば、わかりやすいのはこちらが否定になってますね。そして皆さん、フェンの左側、どこをご覧になっていただいても、肯定ですよね。こんな感じでございます。ですから皆さん、フェンの左側、右側、肯定と否定でですね、反対の関係、つまりは対比の関係になってるときに、うんたらかんたらするときというふうに訳してしまうと、良くないんですね。ですから、そんなの知らないよ、という方いらっしゃるかと思いますが、そこで皆さんおすすめしたいのはこれでございます。A と B が対比関係、前後反対の関係になったときには、B、なのに、A っていう感じで、皆さん前後、こういう感じですね。このイメージをちょっと皆さんぜひ持っていただきたいと思います。ですから、実際彼らは宿題を全くやっていなかったのに、家に宿題を置いてきたというかもしれませんという感じでございます。ですから、ここが皆さん分かっているかどうかが皆さん江南大学一番ポイントにするんじゃないかなという感じがしますので、でもしこの後、知らなければですね、この後知らなければ、ぜひノートを取っていただけるとよろしいかと思います。サミさん、次の段落でございます。下線部3番、設問ついておりましてですね、この4つの選択肢の中から言い換え可能なものを1つ選ぶという問題でございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、下線部3番でございます。メインテイニングということでございますので、皆さん、これはもう維持するということでよろしいかと思います。ですから、皆さん、維持に一番近いものはどれですかということですが、皆さん、A はコンストラクトですので、構築するとか、建設する。で、皆さん、フィックスは固定するということですね。
そして皆さん、インプルーブ、改善するということでございますので、皆さん、維持に一番近いのは、でですね。プリザーブ、保存ということで、よろしいかと思います。さあ皆さん、ラストの問題でございます。皆さん、この空欄4番ですね。これ皆さん、適切なものを、この選択肢4つの中から入れる問題でございます。一読していただいて、よろしくお願いいたします。で皆さん、ヒントになりそうなところにですね、ちょっと線を引っ張ってみました。セルフプロテクション、自己防衛。そして、プロティクティブライですね。守ってくれる嘘。そして、このあたりですね。too busy to come to the phone at that time ということで、忙しくってですね、電話に出ることができませんと。そういうような内容があるからこそ、harm or disaster ですね。損害、災害、それを何々できるということですね。ですから正解は C、プリベントということでよろしいかと思います。これを入れていただけると、harm or disaster ですね。損害、災害をプリベント、妨げる、防ぐことができるということですよね。ですから、自分を守ってくれる、そうですよね。そのおかげで、ハームとかディザスターですね、それに合わなくて済みますよということでよろしいかと思います。で皆さん、もちろんヒントにしたのはこのあたりですが、前置詞の右側、そしてプロテクティブラインもオブですよね。前置詞の右側、そして皆さん、to be の左側には be 動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。サムさん、お疲れ様でございました。さあ、この中でですね、いろんな設問を扱いましたが、皆さん、先ほど出ました、バーチューとか、前後対比の関係になってくるフェンとかですね。さあ、このあたり、まあ、一例ではあるんですが、皆さん、こういう、ひょっとしたらですね、ほとんどの受験生が知らない。まあ、知ってる受験生は1割、2割ぐらいじゃないかという知識もやっぱり聞いてきますので、ですから皆さん、知らない情報ですね、授業とか問題集、もしくはこのヤナッチとスタディなんかで、皆さん、未知の情報が出てきたらですね、やっぱりこれですよね。ノートに逐一に移していきですね。皆さん、知識を足していっていただきたいねという感じがいたします。これを皆さん繰り返していくと、その先には合格が待ってると。そういうイメージで頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。